J1 第33節ヴィッセル神戸2-1名古屋グランパス25日ノエビアスタジアム神戸ヴィッセル神戸は勝てば優勝が決まる大一番で名古屋グランパスを2対1で下し悲願のリーグ初優勝を果たした前半に井出春や29武藤義則31のゴールで主導権を握るが1点を返され21で折り返す 後半は同点の危機も粘りのディフェンスで乗り越え、1点リードで逃げ切った。大迫優也、33、がこの試合にアシストで2ゴールを演出。前日、24日、2位の横浜 F ・マリノスがアルビレックス・新潟とスコアレスドローとなったため、神戸は勝ち点差1の首位でホーム最終戦を迎えたが、見事勝ち点3をつかんで勝ち点差を4、 年最終節を残して J1 初優勝を手にした。この日のスタメンは GK 前川大也、DF は初瀬良、山川哲司、マテウス・トゥーレル、本田祐希、MF は扇原貴大、佐々木大輝、酒井貴徳、井手春哉、FW は武藤義紀、大迫勇也で挑んだ。序盤から両チーム攻守が激しく入れ替わり、きっ抗した状況が続いたが、 前半12分、スローインからのこぼれ球を堺井が頭でつなげると、ペナルティーエリア前で大迫が受けてゴール前へスルーパス。裏に抜け出した井手が角度のないコースをゴール右隅に決め、早い時間帯に先制点を挙げる。さらに直後の14分、佐々木がボールをキープし、ペナルティーエリア手前で左サイドの大迫にパスを送ると、大迫の低いクロスボールに武藤がゴール前で合わせ、 すぐさま2点目を奪っただが前半30分にキャスパー・ユンカー29のシュートを許し1点を返されるその後もヒヤリとする場面が続きゴール前でユンカーが押し込んだボールを戻った山川が体を張って阻止直後に中谷のヘディングシュートで狙われるなど名古屋が攻勢を強めるがなんとか不正で前半を2対1で折り返した 後半は立ち上がりからなかなか良い形が作れない展開が続いた。17分は、堺の縦パスを受けた大迫が DF をかわしながらゴール前にパスを送り、武藤がヘディングで合わせるもディフェンダーに阻まれる。23分は初瀬のクロスに胸でトラップした大迫が右足でシュートを放つが、惜しくもクロスバーの上。徐々に追加点のチャンスが増えていく。 だが、なかなか追加点が奪えない神戸。終盤は防戦の展開に苦しみ、アディショナルタイムは4分。攻め込んでくる名古屋に連続シュートを許すなど、同点のピンチが続いたが最後まで守りきり、2-1で逃げ切った。ホイッスルが鳴ると神戸イレブンは会場のサポーターと共に喜びを分かち合い、武藤は涙を浮かべた。試合後のインタビューで、吉田高校監督は、 今日勝つと信じていたので特別な思いがあるサポーターの皆さんと同じ思いですと優勝をかみしめ大迫はずーっと待ってたのでみんなで喜びを分かち合いましょう山口蛍は今日は一日目いっぱい盛り上がりましょうと喜びを爆発今季は開幕3連勝でスタートすると5月は無敗で勢いに乗る7月8月の敗戦は22節 横浜 FC 戦のみ9月3日の26節で京都に逆転勝利で首位に浮上すると次節の広島戦を落とすが28節から引き分けを挟んで5連勝連覇を狙う横浜 F マリノスを振り切り J リーグ30周年のメモリアルイヤーは創設29年目の神戸がクラブ初の J1 優勝に輝いた